でカラオケなの。いいな。ありがとうだよ、なんかお茶とか。どこ前分かんなかった。え、もうめっちゃ間違えました。もう意味わかんなく間違えた。しかも、うん、次は28時間。よかった本当。28時間配信の時ですね。うん、いただきます。おっ、かけ仲間のさ、右から行くのにめっちゃ左行っちゃいました。なんかけるとドルドルってうまくはないけどってなりました。意味わかんなかったです本当に。なんであのとこ間違えたんだろう。どすこいポンジュース、ちっちゃいだよね。えって思った。なんで私こんな間違いしてるのって。21日、うん、夜ご飯、お昼の残り。21日はまだポジションの連絡は来てないけど、ね、28時間テレビね、盛りだくさんですよね。私これ好きです。何なのこれ。気づくでしょそりゃ。ね、早い時間の開演ですよね。すみません、めっちゃ見えたよ。まあきっと明日も自主練に明け暮れる日々なのでしょ。明日からね。ああ、ありがとうくまちゃん。まだ見えた。みゆちゃんの生誕祭早くやりたいよね。え、こんばんは。みんなありがとうございます。ありがとう。ジェシーやばかった本当に。ジェシーはね頑張っちゃう。ジェシーは間違えてないんじゃないか。ありがとう。まあ、ありがとう。なんかさ、先輩の名前の人が入ってきてくれたけど、これ本当に先輩なのかわからないから読めない。かっこよかった。大学2年生。そうだよ。ちゃんと今日授業受けてきたから。万華鏡だ、いいの。うん、アーカイブで見てください。え、でも、あ、もうなくなった。
今日はファンデーション忘れて、代用、あ、第6巻様になってきた、本当？ジューシーは頑張ってますよね、最近頑張ってる。なんかじゃあジューシーのポイント言ってもいいですか。なんかね、これのね、持っていくようにしてるの。やった。ジェラシー時近くにとかめっちゃ見てました。そうだよ、クロールジェラシーなので、私のジェラシーはクロールジェラシー。ジェラシーの兄って強くの目は首振り制服の目です。こんなジェラシー上手やった、ほんと。まずね、私楽園がね、ものにできないですね。そう、首飛んできます。冬の朝の通学路なんか違う、あの言われたんですよ、あの私がの劇場の監督さんみたいな人にどんな感じですかって言った時に、あの楽園の階段とかジェラシーのある場合は苦手だけど頑張ってる感満載でよとか、ものにはできてない。肉の申し込み済み。だとの通り、え、今日上手、今日まあまあ良かったよね。上京するなんて、今日まあまあ良かったと思う。なんかよ、あ、よかった、楽園よかった。なんかジェラシーはなんか物にできてきた感あるんだって。なんか楽園感、ほんと。なんかやっぱ動いてるからダメだよ。女性感覚バッチリ見えた。まあね、やらーわ。100回目、万華鏡ね、次いつできるだろうね。よく名前聞くわ。自宅つきました。無事に帰るまでが制服の目でしたから素晴らしいですね、帰れたこと。ビューティフル、ビューティフル、今日ねポジね変わった、気づいた？みんな前回とポジション違ったんだよ、私ビューティフル。MC 向かった、夜に止まってまだ終わってなかった。ホンケンラブリー、マギキャめっちゃ好き。初めて見たビューティフル。前回は
今日こっちゃんがいたところだったから。こんばんは、まだありがとう。はい、来ました。ほらありがとう。結婚します。第6巻の花ちゃん見れるよ。最近は第6巻ですからね。まだ100個目。やっほっすー、ありがとう。無人はね難しいです。あ、かけるな、かけるな。いつも書き入れながら。まさかにつくね。うん、どっちか当ててほしいね。うん、書き入れのもう場面書いた。まだ書いてないですか。うんうんうん。なんで怒ってんの。グランドフィナーレって何つんだろうね。花花可愛かった。嘘、見えてたの。なんで怒ってるの。怒ってるの。うん、あ、そういうこと。またの、頑張ってね。よし、どう。はいじゃん、ダンスいい。ほんと生開けてぜ、頑張りますよ。みんな、何キュン、なになに、振りしないしかない、振りでしかない。うん、はなちゃんお風呂入ってないですよ。さっき帰ってきたから、帰ってきてすぐ配信始めました。緊急ダブルしたいぜ。今日劇場で初めて花の見れてめっちゃ良かったの。うえー、じゃあ花で、花押しで。なんかじゃあ研究者多いね。ねえ、家田さんなんでだろうね。あ、沢田さんもしてないね。花手役の目出ますね。また聞きたいと思う。うん、そうだよね。ほんと制服の目不足。うわ、そう、まだ増えると思うよね。違う、澤田さんもまだ書かれてなかったってだけです。名前出てませんでした。どういうこと。
で名前出てくる。え、どういうことですか？あ、そうですね、かけこし X 出てますよね。今日の S の字はなんて、私 S の字じゃないよ。うんうんうん、お姉さん、ほんと？かけるのは、ん？歌唱力？うん、まだ迷ってるんだ。見てないのバレた。ああ、そう、よく名前聞く。コメント欲しいにゃって、ほんと？パフォーマンス初めて見えたのが嬉しい。ありがとう、ありがとう。よく名前聞きます。強くの目入ってよ、みんな強くの目来て。大変な男の電話欲しいです。そうだね、なんかさ、ファンの人の話とかする。うん、お腹めっちゃ空いてた。7連敗もなくみな、うん、また投げようかしら。投げてくれるの。そう、いたよ。うん、いらっしゃったよ。もうお風呂行ってくる。楽しかったね今日も。うん、かわいい、ありがとう。強く飲め入ってください。カントでも強くしたいの。うん、10時半からってことは何時集合なんですかね。激早集合時間かも。楽しかった。うーん、デリシーホップ。うん、わかる。ハナのペンライトとホワのペンライト似てるよね。うん、絶対エントリーしてほしいけどさ。うん、確かに28時間テレビ中に集合時間、確かに。なんていうの、ミッドナイト公演出てから制服の目。大変すぎる。すごいなね、ほんとすごい。心配すぐすごい。10時半から1時半やばいよね。なんかなんとなく、なんとなくリハに時間がかかる気がするし。
なんとなくね。いや、ミッドナイト見たいね。ありがたい。ダイロック、え、ダイロック、え、めっちゃ近くなかった、近くなかったか。なんかまつげ綺麗じゃない？なんだなんだって12期誰も出ないです。確かに池田さんエントリーしなかった。面白いけど、面白いっていうか、なんか誰が1位になるんだろうって感じはするけど、でも池田さん出ないなんてことはもうなんか、だって池田さん見て出たいって思ってる人も絶対いるはず。そう、めっちゃ綺麗今日。初見じゃないです。なんか最近ねドラマを見てるんですよね。何のドラマかっていうと、パックしてないよ。何のドラマかっていうと I love you ってやつ。愛は目の愛、あ、二階堂ふみさんのやつなんですけど、めっちゃおもろい。えくぼ何してるか、やったん最近。うん、最近終わったドラマ、キュンキュンラブリー、最近終わったやつです。なんか、なんか韓国ドラマみたいな感じ。なんかね、目を見てると人の心が読めるんだって。めっちゃよくねそれ。ちょっと嫌だけどちょっといいよね。一人で買い占めた。みんな買わないと買い占められちゃう。そう、恋愛ドラマだけど、なんかなんで見てるんだろうね私。お、ありがとう、結婚します。知らない方がいいけどね。そう、韓国と日本の、そう、韓国人の人と日本人のです。なんかめっちゃね二階堂ふみさん役が可愛いですね。でね、私はとかね、そう、学校とかで見てて、いや、なんか人の心読んで、でなんかね、その主人公は人の心が読めるからめっちゃ会社とかもうまくいってるわけよ。社長さんなわけ、二階堂ふみさんね。でもその韓国人だから、結婚します、韓国人だから心の声も韓国語すぎて何言ってるか分からなくて気になっちゃうみたいな。あ、そう、女性側が主人公、そう、そういう感じらしい、らしいっていうかそういう感じなんだけど、なるほどねって、そういう感じねみたいな。お茶ありがとう。でもね、確かになんか恋愛ドラマって最初に見たらなんか展開ってわかるじゃん、絶対に同じ経路をたどっていくじゃない。まあその通りなんですけど、なんか、うん、軽め、うん、軽めじゃない、軽めなのかな。普通に主人公の両親は、お母さんは亡くなって、女の人が主人公なんですけど、女の人、お母さんは亡くなってて、お父さんは、体が動けなくて寝たきり状態です。でも脳は生きてるし、目まばたきとかはできるので、心を読みながら会話してるんです。それもいいよね、心読みながら会話できるからさ、それは便利ですよね。録画してるんだ、私あのサブスクで見てますね。やみそう、やみそう、それはそう。
おにぎりありがとう。そうでね、普通に相手の韓国人の男性の方のお母さんも亡くなってて、 お父さんは離婚してるからいないみたいな。でもね、本当にその何ですか、その女性の主人公は社長なんですけど、本当に相手の好みとかを確実に分かるし、何を求めてるかとか相手の何を求めてるかがすごい分かるから、全部その相手に合わせてこうやってるんですよ。だから仕事はうまくいくんですよね。全部きついことは、それはそう。だけどその韓国人の人に出会って、あの韓国語は理解ができないから、何なんだ何なんだみたいな感じってことです。疲れる。でもなんかその女の子もそれがきっかけ、それはなんかなんかね、海で海にラッコを見に行ってて、ラッコがなんか海で大変なことになってたから助けようと思って船から飛び込んで、そしたらその女性女の子が溺れそうになっちゃって、それを助けにお父さんがあの海に飛び込んで、でそれでその事故みたいな、そっから耳あなんか聞こえるようになったらしいんです。でお父さんはそこで体が動けなくなった。本当によろしくないです。やむよ。韓国語は普通に耳字幕とか出ずに耳、別に私たちも何もわからない、え何言ってるのって感じ。韓国語わからないから、え なんて言ってんだろうこの人って感じだけど、全然めっちゃ面白いよ。こんばんは。そうわかんないから何言ってんだろうっていう感じだから、初めて人の心を気にしずに接せれた相手ってことですよ、その主人公に対しては。何に聞こえる？そう、でもそれが面白いんですよ。でもね、今期のねドラマでね見たいやつがあって、そう字幕もで、字幕もで、あ字幕バージョンもあるんだって。でも今期のドラマで面白そうなのが、なんか何だったかな、君が怪物になる前にみたいなやつだったかな。字幕でもね、いや字幕はつけないです。君が怪物になる前にだった気がするんだけど、めっちゃおもろそうだった。それはそれはっていうか、それがあれ分からん、誰か分からないんだけど、なんか映画はね最近見てないけど、あれあサブスクでは見てるけど映画館には行ってない。まだ花を見てないけど、ドラマなんかね、あらすじがあれだった、なんだっけ、あらすじなんか紹介みたいな CM みたいなのは、なんか幼馴染の女の子がなんか地下の毒ガステロ事件の犯人みたいな、そういう話だったです。それでタイムリープ系でした。オーメン、オーメン、コナンか、コナン全然見ないですね。あらすぎ、あらすぎ。そうおもろそうだったよ。でもあれも面白そうだった、石原さとみさんのやつ。うん、そうそれです、それです。なんかすごかった、
TikTok に流れてきたんです。まずこうやってやってたら TikTok でその君が怪物になる前にってやつが流れてきて、マジで毒ガスのテロ事件だから毒ガス吸った人がめっちゃ血吐くんです。それが TikTok だから全部モザイクかかってて、明日の映画いいな、トッケビ見てない、足かしる頑張ります。ペントハウスって見たことある人いる？ペントハウス面白い？韓国ドラマ。何の映画だろうね。人気なのに。予選の仕方わからないです。ペンダントハウス、ペンダントハウスだっけ、ペントハウスじゃなかった、面白いって。ドラマなんかね、今見たい欲にね、あの駆られてるんですよ。なんか何が見たい欲に、あ間違えた、キュンキュンラブリー、なんかダンスかっこいい、本当？え、ネタフリさ入ったんじゃなかったっけ？発音もありがとう。なんかネタフリで見た気がするんだけど、入ってないのか。こんにちはな。だな、もう、ああ好きな俳優さん、うーん、さんイベントいいね、誰だろう、いや私石原さとみさんってさあれだよね、どんな役やっても石原さとみさんだよね、わかる、この言いたいこと、どんな役をやっても全て石原さとみさんですって感じで好きです。食べながら寝ないよ、いで、もうすぐ30分、早めにやめます。そうマジでめっちゃ褒めた言葉、なんか自分のものにできるってすごいなって思うから、頑張る歌手力、うん、あと5分ぐらい、30分、そう、あとなんだろう、誰だろうな、誰が出てるドラマとか映画見てんだろう私、ね、公表されたね、あ、そういうこと？そういう役が、ま、なるほどね。あ、じゃああの人が好き。なんだっけ、安藤サクラさんかな。あれめっちゃ面白かったですよ。ブラッシュアップライフ。ドラマ、ほんと、期待してる？ほんとありがとう。採点？でもあれ各グループに収録した映像を決めた細い。生採点？どうすかさ、おもろいですよね、あの人おもろいとか言ったらよくないのかな、面白い、好きな女優さん、ブラッシュアップライフ面白かったよね、全部食べてない、食べれない、もう無理ね、何回生きるねんだよね、でもすごいよ、結局ハトになっちゃうしね、ハトじゃカラス、カラスか、仲良し4人でカラスになりましたよね、こんばんは、お風呂入らなきゃいけない、
うわいいね島田風雅さん。その人もねあれ見てました、なんだっけ、いやその人が主演じゃないけど清原果耶さんのやつ、探偵のやつ見てました。オスのハト、え何、お腹いっぱい、なんかお弁当、カラス、まあまあ仲良しになれたら幸せなんじゃない、友達となれたら。カラスって頭いいし、昔カラスは考えるって番組あってね NHK さんで、カラスは考える、あ私永野芽郁さんが好きですかもしれないです。基本じゃなくて主演ドラマ始まる、あそうなんだ、全然確認不足ですね。島田道いいよね、なんか二度目ありがとうございます。永野芽郁さんがいいかも、私大体見る映画永野芽郁さん出てるかも、映画っていうかなんかネットフリックスのオリジナルのあのやつ面白かった、綾瀬はるかさんもいいよね、義母娘めっちゃ面白かったです、箱詰め見てた、面白かったよね、透明なゆりかご、なるほどね。永野芽郁さんはなんかネットフリオリジナルの見たら池炎上するみたいなやつがめっちゃ面白かった。中山由紀恵さん箱詰め面白いよね、あくるみさん好きなんだ、今日くるみさんに今日一番くるみさん、今日も一番くるみさんが可愛かったですって言ったら、最近ゆうねちゃんにも言ってるでしょって言われました。だから違う部類ですって言いました。面白かった、好き、原作コミック、あ本当、原作コミック読むとなんかああんな感じなんだ主人公って思った、そうみんなの気持ちがかなり分かりました。未来が炎上する、あのねネドフリです、違うんだよ、あそこ向き、じゃあなんかみんなに言ってるでしょ、ゆうねちゃんに言ってるでしょって言われたから、違います、いやゆうねさんはお姉ちゃんみたいな感じですって言って、くるみさんが一番可愛いですって周りにあのなんだ限れなとかいたんだけど、みんな聞いたねって言ってましたみんな今聞いたねって、いやでもねちでくるみさんマジで可愛いからな、でもも何がDD 花1だよね、ジュルムたまに見たりする、そうもうなんかでもね、そんなこと言ってるくるみさんも可愛かったですなんかゆねさん、いや今日 LINE 追加していいって言ってもらえたので追加します、 SK めっちゃ楽しんでますよ、当たり前じゃないですか、当たり前だよ、当たり前だな、クラッカー
はいちゃん西川が嘘つけ。かかるな。13位メロンパイのありがとう。12位黒猫ありがとう。11位黒猫ありがとう。10位カステラありがとう。9位カニラスカルありがとう。8位モウ星人ありがとう。7位犬の着ぐるみ着た女の子ありがとう。6位テニスボールありがとう。5位リラックマありがとう。4位クロミちゃんありがとう。3位パンダありがとう。2位魔法少女ありがとう。1位キョムヒョクありがとう。お箸が落ちた。お箸落ちたのにどこに落ちたかわからない。そんなことありますか。あ、見つけたぞ。見つけなかった。本当にどこ行ったんだろう。おいおいおい、まあいいですよ。まだなー。おやすみみんな。また明日。バイバーイ。それでは本当？まだなー。じゃあね。またなー。バイバーイ。またなー。おーい。